ジェイコブ・エドワード・ターナーは、アメリカ合衆国ミズーリ州セント・チャールズ軍セント、チャールズ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。代理人は、スコット・ボラス。セントルイスのウェストミンスター・クリスチャン・アカデミーでは、通算で20勝4敗にセーブ187、脱三振を記録。当時の投手コーチは元メジャーリーガーのトット・ウォーレル、だった。2009年の MLB ドラフト目で、 デトロイトタイガースから指名を受け、8月17日に契約金550万ドルのメジャー契約で入団に合意した。2010年の開幕前、ターナーはベースボールアメリカ市の有望株ランキングにおいてタイガース内で1位、全体では26位の評価を受けた。このシーズンは A 級ウェストミシガンホワイトキャップスでプロとしてのキャリアをスタートさせ、 途中で A 級レイクランドフライングタイガースに昇格した。2階級での合計成績は24試合、115.1イニングで6勝5敗、防御率3.28というものだった。ベースボールアメリカ市のランキングを21位に上げて、迎えた2011年は A 級エリーシーウルブズからスタート。7月には、 ウバルドヒメネスの獲得に動いていたタイガースが交換要員としてターナーをリストアップしているという情報が流れたがこのトレードは成立しなかった。7月30日のロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム戦でシアトル・マリナーズに移籍したチャーリー・ファーブッシュの代役としてメジャーデビューを飾り5回1、3、2失点という内容だった。 この一戦のみで一旦マイナーへ送られ、トリプル A 級、トレードマットヘンズで3試合に登板した後、9月のロースター拡大に伴って最小格子、2試合に先発した。2012年7月23日にアニバル・サンチェス、オマー・インファンテとのトレードで、マイアミ・マーリンズへ移籍した。二千十四年は二十試合に登板して四勝七敗、防御率点九七と結果を残せず、 8月5日にディーフとなった。2014年8月8日にホセアリアス、タイラー・ブレマーとのトレードでシカゴ・カブスへ移籍した。2015年は開幕直後の4月5日に右肩の炎症で15日間の故障者リスト入り、4月19日に60日間の故障者リストに移行、6月9日に AQ テネシー・スモーキーズにリハビリ登録されたが、 復帰することのないままシーズンを終えた。2015年10月27日にウェーバー工事を経てシカゴホワイトソックスへ移籍した。12月2日にノンテンダー FA となったが4日にホワイトソックスと1年契約を結んだ。2016年のスプリングトレーニングでは40人枠に入っていたが3月29日に40人枠から外れる形でトリプル A 級。 シャーロットナイツに降格した。7月17日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。10月5日に40人枠から外れトリプル A 級シャーロットに降格した。2016年12月13日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結び、2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年4月24日に メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月1日にサミーソリスの故障者リストからの復帰に伴ってディーフとなった。7月3日にマイナー契約でトリプル a 級シラキュースチーフスに配属された。7月17日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたが、翌18日にトレードで加入したばかりのショーン・ドゥリトルとライアン・マドソンを登録するため、 再び、ディーフとなった。2017年12月9日に、フルスマーリンズとマイナー契約を結んで、翌2018年のスプリングトレーニングに、招待選手として参加することになった。2018年3月29日に、メジャー契約を結んだ。4月7日のフィラデルフィア・フィリーズ戦で1回8、失点をキするなど4試合に登板し、5 2三回、自責点10。 防御率15.88の成績で、タイラーク・ロイドの昇格に伴って、リーフとなり、11日に、マイナー契約で参加の AAA 級ニューオーリンズ、ベビーケークスへ配属された。6月4日に自由契約となった。2018年6月5日に、プロイリジの古巣であるタイガースとマイナー契約を結んだ。AAA 級トレードでの当番を経て8月7日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。だが、同日のエンゼルス戦に先発して1回後失点と滅多打ちにアうと、10日にリーフ、13日にマイナー契約でトリプル A 級トレードへ配属された。2018年11月20日、韓国のキアタイガースと契約した。2019年、キアでは7勝を記録し、同年限りで対談。 防御率5.46で、失点107、自責点93は、リーグワーストと投球内容が悪かった。身長6フィート5インチという、恵まれた体格を持ち、かつては将来のエース候補と呼ばれていた。主な球種は、平均92から94マイルパーアワーで、最速は95から96マイルパーアワーに、達するフォーシームと、チェンジアップ、カーブ。 ありがとうございます。